砂漠の聖ヒエロニムスは、現在、ワシントンのナショナルギャラリーにある、ジョバンニ・ベッリーニが1505年頃に制作した、油彩画である。左手前の岩にある署名はほとんど消えかかっているが、修復中に本物であることが確認されており、ヨハネス・ベリーヌ S1500 号として判読できる。この制作年は問題を提起する。というのは、 作品の一般的な様式は1490年以前の絵画の流行と関連している一方、ベッディーニの人物と風景の様式は1500年までにジョルジョーネの影響を受け始めて背景はより融合され雰囲気的に統一されているからである。本作の構図は1480年頃の砂漠の聖ヒエルニムスなどベッディーニのより初期の作品と類似している。 ワシントンの作品は共同制作になる作品なのかもしれない。すなわち、ベッディーニの工房で弟子が完成させた作品か、未完成のまま残されたものを、ベッディーニ自身がずっと後に完成させた作品であったのかもしれない。聖ヒエロニムスは、砂漠で読書しているところが描かれている。聖人は、隠者として、そしてウルガタバン聖書の制作者として言及される。トカゲ、 リス、ノウサギが岩の間に現れ、円形には廃墟のローマの橋と一連のアーチ、そして城壁に囲まれた町がある。中央の背景には、海上の島か半島にある別の都市が描かれている。イチジクの木、裸の木、砕けた岩はすべて神学的な象徴となっている。遺跡の左上部分と背景のより硬い描写の部分はおそらく、 ベッリーニの工房によって、再作された。マリオリーナ・オリバリ、ジョバンニ・ベリーニ、インエーエー、ブイブイ、ピットリ・デル・リーナ・メント、スカーラ、フィレンテ2007、ISBN88 から8117から099、X。ありがとうございます。